重力シャフトのコードを送る。まだ動いているはずだ。ジャパットビルドバージョン 0.7.6 詳細モード起動。うまくいってる？しばらく待たされたが、なんとかな。営業チームのバカ二人が警報ベルの下で葉巻を吸いやがって。で、もうタロスを出た？クライアントが待ってるの。ああ、最後の積み荷を終えたところだ。太平洋時間の朝には地球に着く。よかった。明日のシフトが終わったらまた荷物を渡すわ。置き場所は？ロビー。いいでしょ？もちろんだ。レンチで3回叩きゃポンと開く。明日には全て片付くさ。ガジェットの自慢をするあなたってチャーミングね。なめるなよ、リリー。モーガン、イグイだ。乗員区画に向かっているのか？それなら少々感傷的な頼みがあるんだが、私のコレクションを、みんなによく笑われた写真を、それぞれの写真がステーションを訪れたゲストのニューラルデータ集合、つまりコネクトームの解読キーになっている。その中にピアニストのライトナーのものがある。彼はもう亡くなっているんだが、その能力はかけがえのないものだ。彼らの唯一の形見なんだ。お願いだ、モーガン。もし可能なら頼む。私の部屋の金庫を開く音声ファイルを送信する。トランスク。
ターゲットをスキャン中。自分物質可能なし。大変な一日だったようですね。すぐに良くなります。終わりました。より良いサービスのためアンケートの試験完了。新たな採用ニック能力が利用可能。
トナーが初めて演奏したコンチェルトにもきちんと合わせたものだった。マヤが彼の演奏を聴くのも初めてで、私は彼の能力に嫉妬したよ。今では私も演奏できる。ニューロモッドのおかげでな。まあピアノはないがな。ゲストのニューロモッドを使ったの？彼らのニューラルスキャンをコピーしてトランスクライブにデータを隠した。自分自身のモッドを作成してな。立派なことではないのは分かっているよ。だがそれで良かったと思っている。スーツは危険な状態です。修理を終了します。作業終了。データが接近しています。
タロスの皆さん、今週後半ロビーのトレーニングセンターにてドクター・ハドレー・ダルトンによる神経コネクトームに関する補足セミナーが開かれます。実に興味深いセミナーですが、席が限られていますので、出席の予約をドクター・ダルトンまでメールにて連絡してください。なぜロシアを？どうしてロシアのボランティアなの？そのロシアの刑罰制度は非常に厳しく、トランスターとの手ありがとう、奇妙な感覚だ。この手にはライトナーから世界への贈り物がある。彼は生き続けるのだ。もう一度妻に彼の演奏を聞かせてやりたいものだ。私のためにコネクトームを回収してくれて本当にありがとう。君とトランスターのしてくれたことすべてに感謝を。ステーションから脱出できそうか？製造図面の調査は順調ではないが、改造中だったサイコスコープ用チップセットの設計図がある。活用してくれれば光栄だ。アレックスは常に策を用意している男だ。必ず。私は君を支援するよう設計されている。次のプランはあるが、両方の起爆キーを回収するまではアクセスできない。